ゼロは大富豪の実業家でギャンブラーでもあるディーター・メイヤーとボリス・ブランクからなるスイスのバインド。バンド名はディーターが発した言葉 A、イエルド・ハローをもじったもの。サウンドを手掛けるボリスは10万以上にも上るオリジナルサンプリング素材を多用しファンキーで独特なサウンドを構築、エレポップやディスコからジャジーなバラードまで多彩な曲を展開している。 1985年に発表した楽曲、o、Ye、e は、1986年の映画、フェリスはある朝突然に、で使用され、印象を残した。その後、映画、摩天皇はバラ色にの中で、主人公が大富豪で義理のおばにも当たる女性の、リムジン運転手を務める場面で、密室の車内で色気づいた熟女から狙われ、ルームミラー越しで対応に焦るシーンで、挿入曲として、 効果的に使用された。フェリスはある朝突然に、のアメリカでの人気から、ジェロの、o ー、e、は1980年代後半の、青春映画を連想させる曲として現在まで、映画やドラマなどで使用されるようになった。他には、プレイステーション2のレーシングゲーム、グランツーリスモ4の中で、ライセンス試験失格時の BGM としても、使われている。ありがとうございます。